皆さんこんにちは2021年度合格目標宅検試試験のガイダンス始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします ははいそれではですね2021年度に向けての合格ね目指して頑張っていきましょう、たっけんのガイダンスですがお手元にですね、まあ、各学校で聞いてらっしゃる方はこちらのね30分でわかる「宅っけ合格までの道のり」というお題のね4ページからなるレジュメですかねご用意くださればと思います。 えー、それからまあその他でね聞いてらっしゃる方はまあ、画面にこの、えー、レジュメをね映していきますのでそのままねまあ、少し気楽に聞いていくださっても結構ですのでね、えー、画面、えー、などを通してねまあ、約30分ですかね、えー、お付き合いくださればと思いますのでよろしくお願いしますはいまあいろんな形でですね、えー、まあ、聞いている方見てる方いらっしゃるとは思うんですが。 初めてね、えー、卓研って何でしたっけどんなもんでしたっけって聞く方もいれば、それから、まあ、結構長年考えていて、今年、えー、というよりも来年ね、2021年度、まあ、試験目指してやろうという方もいらっしゃるでしょうし、もうすでに試験何度か受けて、えー、そろそろやっぱり学校通ってやんなきゃいけないかなっていう形でね、考えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。えー、それから、まあ、今年、えー、のですね、えー、まあ、10月の 18日ですね、えー、実際にこれ、まあ、ちょっと映像を撮ってる時期はその試験終わってすぐの時なんですがその試験でちょい手応えがなかったので来年やっぱりねリベンジしなければいけないということで聞いてる方もいらっしゃるとは思います。まあ、いずれにせよね、えーまあ、副題にもありますように、えー、予備校を利用することのメリットね、えー、まあこれをねいろいろ考えながらね合格を目指していこうということでね話を進めていきます。ででつ注意なんですが、えー 今年、えーまあ今、今現在2020年度ですがその2020年のです、ね、12月の27日に実を言うと試験を受けなければいけない、まあ、手応えうんぬんかんぬんは置いておいて その方は、えー、聞くのはやめてください。見るのはやめてください。そこのね、えー、試験を目指して、まあそこをね、えー、一直線にやってね、頑張っていただければということなのでね、えー、ちょっと今年は特殊な事例がありまして、えー、宅検見試験自体が2020年度ですがね、えー、10月の18日の試験と、それから、 まあこれ聞いてるとき終わってるかもしれませんがねえ12月の27日ですかねえこちらの試験がまあ2期日にねえ分かれて実施されているということもありますちょっと特殊な事情はありますがねまあえこのねえガイダンスは2021年度に向けてのね試験合格に向けてのまあガイダンスですのでまあそれを踏まえてねえご了承ください。はい、よろししくお願いします。はいでは まあ、予備校のメリットをまあ考える前にですねまず試験の概要ですね、えー、まあ過去5年の実績というかね、えー、ありますで一番下の2020年度ですが、まあ、これはまあ10月の試験は実施されて12月の試験はまだだということでね、えー、受験者それから合格者、えー、合格率などはねまだ発表になりえませんがまあ大体過去4年5年のね、えー、実績とほとんど変わらないというふうに思ってください。 まあ、とにかくここ毎年なんですが20万人近いね、えー、超えてる人のね、えー、受験もあるような、まあ、非常に人気の高い資格であるということですね。で試験自体は2021年は10月、えー、17日の、えー、実施、まあ、予定とありますがまあ何事もなければ このね10月の17日まあこれは毎年10月の第3日曜日ということで、えー、まあ、えー、ありますのでそれでね実施されでまで、あ、今年、えー、すなわち2020年のようにねまあ 年明けからずっとコロナの騒動で、えー、ありましたので、まあそういう特殊な事例がない限り、えー、ここはね、えー、予定通り実施されるというふうに考えておいてください。まあいずれにせよ人気が高いです。でその点はこの2020年度今年の受験者考えてもですね、えー、まあ結構言えるところで、これ実を言うと2020年度は先ほど言ったように、まあ年明けからまあ、えー、騒動がありまして、騒動というかね、まあこれはあのコロナのことですが、まあ、ね、それによってですね、会場がミスになるのですいません。 ませんけれども、えー、今年必ず、えーえー、必要とはされてない方は受験を控えてくださいというアナウンスがですね実施団体及び国土交通省からあったんですね、えー、本当にこんなことは珍しいことです、えー、と受験控えてくださいなんてねで、それにしてもですね申し込み者自体が 26万人として、えー、ここ数年とほとんど変わらないぐらいの、ねえー、人数が申し込みされて、まあ、受験者も、ねえー、それなりに、えー、受験されることでしょうね。ということは、まあ、こういう状況の中にあって でもやはりねまあ人気の高い資格であるということですね、えー、そうなってくると今年の反応もあるので2021年度はですねより受験者が増えるということはもちろん十分考えられますまずは、えー、そうですねまぁなぜにそんなに人気があるかというところね、えー、あるんですが、まあ、そこにいくつかちょっとね、えー、理由を挙げておりますがまあここで、えー、まあスペースの都合上五つぐらいでしょうかね受験しやすいとかうんぬんかんぬんということがありますがいろいろありますまあ一つ 一つちょっととチェックしていきますと一番上の「受験しやすい」っていうことは、まあ、これ、えー、っと4択で、えー、マークシートで50問ということでこれ例年多少のズレはあるんですが、まあ、合格点としてはねだいたい7割、えー、2020年度はちょっと内容自体が簡単でですね、えー、37.8点になるかなっていう感じね、えー、あるんですけれども、まあ、いずれにせよですね50問の中で、まあ、7割七割 今日ぐらい取れば、ねえー、合格できる。しかも4択ですから、まあ、人間こう考えるんですね。4択だからベース、えー、転がしても同じ番号を選んでも大体1 2 3点あるしそっからちょこちょこっと勉強すれば。 なんとかなるんじゃないかなっていう気持ちね。えー、これ大きいところですね。えー、まあ実を言うと何ともならないところもあるんですけどね。はい。それから受験資格これ一切ありません、えー。国籍とか年齢とか性別とか一切問いません。誰でも受験できます。で実例でいきますと過去にはですね最年長90歳で受けられた、えー、合格された方ですね。ここはね、えー、です、えー。もうこれ尊敬の年以外何もないですけどね。それから逆に12歳これ実を言うと小学生です。 え小学生の人もいいですかね、合格してるんですね、えーですえー、ここに関してはいろいろありますがね、えー、12歳、小学生がですね、えー、この場合、相続人はとか、ですね、えー、この場合のまあ税金としては非課税ということをね言えるんですね、ちょっと奇妙ですけどね、えー、ですけどね、まあ、12歳、でしかもですねこの12歳の方ですが、えー の取り立てものすごく天才というわけじゃないいんでしょうね、えー、というねとのは一度失敗一度失敗っていうことは小学校5年とか4年で一回受験してるんですかね。でそのリベンジで小学生で受かりましたということなのでね、えー。ということはまあ努力すればまあ 誰とでっていうわけじゃないんですけどね、まあ、ちゃんと受かる試験ですということでね、まあ、そこの文庫も広いということですねあんまり12歳の方ね、えー、いろいろ言うとですね実を言うとこの方ネックを利用されているっていうことがあったのでね、えー、いろいろ問題がありますが、まあ、とにかくやはりね、えー、高齢であってもそれから、えーとね、年少であってもこれも合格できるというところですね、はい、それから、まあ、知識としてはですね、えー、売るとき、えーまあ、不動産を売るときとかそれから投資をするときなんかも,もちろん役に立ちますはいから 4番目ですね、えー、就職やまあこれはまあ皆さんご存知のところが多いかと思いますがね,これね不動産業において必要な資格になりますのでまあ不動産業ねやる、まあ、そこに就職する会議なんかもちろん有利になります。はい、でさすがにですね多数の人が未成年者、えー、まあ12歳のね小学生なども踏まえて受けてるっていうわけじゃないんですがここをつと思うのはですね えー、やっぱり大学大学中にね、えー、まあ、受けて、えー、そして合格してる人もかなり多いですまあ、そういう人なんかかなりねこの就職なんかを意識ししてるんでしょうね、えー、僕らの頃なんかは全く考えられなかったんですけど今みんな真面目で、えーまあ、学生のうちに就職する前にね取っておいてそして就職を留任しようという、ね、方も結構いらっしゃいますかね。はい それからまあこの試験はですねまあ難関、えー、資格ではありますが他の法律系の資格の第一歩目としてね、えー、まあ選ばれる方も多いのでね宅ケン試験からねさまざまな試験へまあステップアップできるというところも多いかと思いますまあその他にもいろいろある理由があるものの、えー、そうですね法律系の資格でこれだけの申し込み者を募ってそして受験されているということは、もう本当に類を見ないものなんでね、えー、まあ人気の高いところですはい、えー、まあ さんも何らかの形で目指そうと思ったのでね、えー、まあその臨機の理由なんかが一つということとなりますではですまあ、それは良しとしてね、えー、どういった試験内容が取材されるかそれからどういう形でっていうところがありますのでそのレジュメを進めていただきますと2ページとなりますかねはい 試験科目としてありますえー、まあ中身が丸の1番から丸の5番まで分類した上でさらにですね、まあ、例えば丸の1番の権利関係50問のうちの14問取材されるんですがねそこにはさまざまな法令民法から借地借迦法 建物区分所有法、点点点点,点とそれから、えー、同じく法令で、宅建業法これは宅建業者を規制する、ねえー、法律ということですがそれが20問それからその他、法令上の制限これは、まあ、世の中で唯一、重要事項、まあ、宅建における、ね、重要事項の説明ができる資格である宅地建物取引士、えーまあ、これがその重要事項を説明する際には、ね、かなり、えーまあ、必要となる法律ね、まあ、都市計画法であり点点点点建築基準法であったり、まあ、これは まあ、土地や建物についている規制をする法律ですよ。お金、ね。まあ、こういうものを踏まえて、合計五十問。出題されます。特徴は。広い、広い、広すぎる範囲が広いっていうところなんですよ。はい、まあ、ね、五十問で、かなり絞ったところからって言うんだったら、話は別ですけど。やはりね、えー、広範囲から出るっていうところが、これが一つ。勉強のしにくさにつながっているっていうところですね。 でこれ一概には言えませんがこの50問この、えー、そうですねべての知識を網羅しようとするとなるとそうですね、えーまあ、部屋いっぱいに書物を入れてそれでも足りないかな何十冊いや何百冊の、えーまあ、書籍などなどを、まあ、しっかり理解していたとしても。 果たしてそれ50問ね全部網羅できるかというと非常に微妙です。ちなみに私とてもとても無理です。ですね。まあ一応こういう職業をやっている身ではありますが、この50問をすべて網羅しているかというと残念ながらいいな。そこまで完璧な人間じゃないのでねっていうところです。へへへって突っ込みあるとは思うんですが、まあこれ逆転の発想でですね。私はですね、まあ確かにこのまあレックで置いてまあ講師をやっております。 すべての知識を網羅する専門家ではありません。ここですね 宅検師試験に合格してもらう、えー、知識を、えーまあ、あ伝授するその専門家ですので、まあ、そこをちょっと切り替えてほしいんですね。というのはです、ねまあ、確かに理想としてですね、卓研士になってそれから、まあ、あ不動産に関わる、ね、取引なんか関与すると、まあ、理想としてはこの全50問をです、ね、しっかり理解してとていうところなんですが、まあ、これ人間としてはこれ非常に無理なところがあります。そそうしてくるとその第一 公明とするとやはりねこの試験まあ卓検師試,試験に受からなければいけないので受かるためにはってなってくるとこれをまともにやっていくと、まあ、話になりませんって何年何十年ってかかりますのでまあおそらく皆さんこの、えー、ね、えー、主張してくださっていることは来年、えー、今からどんだけ長くしても1年、えー、下手すると半年数ヶ月という中で合格しなきゃいけないってなるとねやっぱりいろいろね考えていかなきゃいけないところなんでまあその下からですね 多検視試,試験まあ、学習法としてありますのでね、えー、そういったところが重要となってくるところですねはいまあ、いろいろですただここも、ね、え呼、ー、んでも仕方がありませんのでまあ多検試験学習法としてありますがまあ、どういうものがあるか、えー、まあ、答えで言ってしまいますともういろいろありますということですねそれこそまあ、えー、ちらっと学習時間なんかね平均的な学習時間って書いてありますがまあ よくよく、えー、一般的にどれぐらい勉強すれば大丈夫ですかっていうとですね、えー、もう時間で答えてくださいって言われるとまあこう答えざるを得ませんまあ大体300時間ぐらいね、えー、学習してますよっていうところねただここもあくまでも平均的なものであって試験学習法、えーまあ、受かった人から聞くところになりますが。 五百時間、一千時間いや二千時間、えー、考えたら使ったっていう人もいます。それから五十時間程度の学習でや、えー、まあちゃんと受かった方もいます。さまざまなんですよ。はい、えー、ですね、えー。まあ学習法って言ってていろいろありますっていった答えになりませんけども、これ今、まあ、時間なんかさまざまです。それからどういうテキストどういう書籍使うかって,ってもさまざまです。それからどういうやり方でまあすなわち問題演習中心にするのか。 えー、あるいは、えー、もうしっかり覚え込むだけにするのかっていうのもこれもまちまちです比率はまあ置いといてねそれから、えー、今日の命題であるまあ、学校通うのかスクール通ったのかそれから独学でしたのかこれももちろん様々ざまです。えーまあ いろんな方向性からね、えーまあ、これ試験受かるということは、まあ、もちろん可能なんですがその中でやはりねこの、えーまあ、1年、えー、あるいは半年という短いスパンで確実に、えー、率を上げて受かろうとするためにはやはりねなんだかんだ言いつつもスクール学校通うのが一番じゃないかなっていうところでまあその辺ね少し話させていただきます。そ、はい、それが、えー、レジュメの3ページになるんですかね、えー、そちら見てください えー、4番目として「えー、独学、えー、バーサススクール」としてありますがね、はいえーまあ、ここでいうスクールはこう読み替えておいてください、えー、レック東京リーガルマインドね、えー、こちらに通うのか独学するのかまあ、えー、もちろんね、えー、いろんなメリットデメリットはありますがですね、まあ、ここに関してはせ,、まあ、せっかくですから。 えー、まあレック東京リーガルマインドに通うと、えー、あるいは通信、えー、受けるとするとどういうメリットがあるかっていうところね、まあ、そこを重心に話していきますがまず一つ目ですが「初めの一歩は独学では難しい」ということは初めの一歩ねやはり、えー、レックに通っていただくとやはり有利になるというところですね。あのーまあ、何事も、えー、とファーストトコンタクトって大体 説ですのでね最初の一歩がですねえーとなったらなかなかそう進んでいきませんまあ例えば書籍まあこれは勉強と関係のないまあ書籍とかそれからテレビドラマなんかですが、まあ、最初食いつかないと後進みませんからねえー、っていうところなんですよやはり最初がやっぱり大切ですというところですでこの試験はあの まあ、法律用語多数出てきますんでその法律用語でも独特なのの用語ののようなものがあるんですね、えー。そういう言い回しとか言葉の意味っていうのが最初にドーンと出てきてないんやって思ったらそっから先進みませんから、まあ、その点に関しては、えー、レックね、えーまあ、これを利用してくださるとやはり私どものようなプロが言葉の意味からそれして、えー、どういう言い回しかっていうところもね踏まえて、まあ、手取り足取りというわけじゃないんですけどね、えー、出るからちゃんとねやはりね練習していきましょう。 のでまあその点やはりね、えー、スクールネ、えー、ックを通うっていうことはやはりねここはまあやっぱり短期に合格につながっていきます。それからその下ですが効率良いい学習がでできるととうことですねあの先ほどまあ50問をまあしっかりえまあえ理解しようとするとそれこそ何十冊何百冊。 のまあ書籍をしっかり理解しても足りない可能性もあるって言いましたね。ところが、えー、合格する となってくるとまあ合格というところだけにね、えー、まあ目標を置くと、まあ、言ってしまえば、まあ、点数面でも言うと50問のうちね35点、まあ、7割、えー、をしっかり点数取れればいいというところですねそれからですね、えー、まあある書籍の中でどこをどのように勉強するかっていうのはね、えー、そういったところを捉えてしまうとそうですね、えー まあこれ極端な話でもね大げさに言ってるわけでもないんですけれどもこれぐらいのページ数があるえーまあ書籍をぐーっと、ぎゅーっと、ぎゅ,ーっ,とぎゅーっと一周持ってもこれぐらいえそれこそ本当にえこれぐらいのねえところでまあ合格するためにはそれで十分ですのでねまあそういう効率的な学習ができるというところねえここがやはりねえこのまあレック東京リーガルマインドの強いところかと思います。はい でそれはですね、えー、別にですねあのー、何の根拠もなくここ勉強したらいいんじゃないかって勝手に言ってるわけじゃなくてその下につながっていくんですかね、えー、予備校は膨大な情報を有しているというところです。というのはまあこの試験結構歴史も長くてですね、えー、もう60年ぐらいになるんですかね、えー、です。で今の形態あのー 4択で50問ななってからも40年、えー、なります。でその間のですね膨大な情報があってどこをどのように覚えればいいのかっていうところの蓄積がやはりね、えーまあ、こういったスクールエッルにはありますので、えー、そこをもとにあそうか確かにこれぐらいのすごいところから出てくるんですが35点という合格を目指していった時にはあこことここをちゃんと覚えればいいんかっていうことを、まあ、過去の出題された範囲の中でね、えー、これは やっぱり結論として出てくるわけですだからそこをまあ、えー、ちゃんとまあ情報を持ってるだけだと何の意味もないのでね、えー、その情報を使って で、そして処理して、えー、皆さんにこういうところをやっぱりね、覚えていきましょうというところとなります。はい、まあそういったところ。ね、単純にどこから出てくるでいくかっていうだけじゃなくて、ある問題を分析した上で、まあ四択ですから極端な話、一二三四とあって、三番だけしっかりね、えー、正しいっていうふうに判断できれば、一番や二番や四番の知識はいらなくても済むんですね。そういうところまでしっかり、えー、情報を把握した上で処理して、皆さんに提供する。まあ空港。そ 法律の良いい学習がでできるには当たたりり前ですねそれから、えー、こういった情報もありま,すまあ今年実を言うと、まあ、今年というのは2020年ね、えー、皆さんが目指したのは2021年ですが20年は、えー、民法ね、まあ、この試験でもやはりね一番分、えー、出題分量のね、まあ、多い、えーまあ、あというところ、まあ、他の法令のベースにもなるとこれはね民法、えー、これがですね、えー、何年かぶりか忘れましたがね100年ですかね、えー、そういう形であの大きな改正がありました。 そういった改正に関してはもちろん自分で調べ上げてどう変わったっていうところね、えー、あるっていうところ調べていけばいいんですが、まあ、その点はやはりね、えー、このまあレックのようなところはさまざまな情報を持っておりますのでそれをストレースに伝えるんじゃなくてその中からちゃんと吟味をした上でそこの吟味も過去の出題例なんかも踏まえて吟味をして皆さんに伝えていくということとなりますとやはり先ほど言った膨大な範囲がこれぐらいね、えー、小さくなる。でここを 徹底的にまえ、あ、しっかり学習していくことで、やはりね効率が良い学習ができていくっていうところ、まあ、ここにやなんだかんだ言ってもこのねえ、レックのまあ存在価値があるとは思っておいてください。はい。 そしてこれはいろんな形ありますが最後にこの4番目ね疑問点を質問できるでレクはいろんな形態があって各校に通っていただいていわゆる通学というパターンで利用してくださる方はそこにはねちゃんと講師がいますのでそこでね直接質問ができるでまあ私もそうなんですが他の講師の人たちもやっぱりあの他のことは全体 んなんですね、他のことはもう卓球のこの試験のことには集中してものすごく知識を持ってるのでまあそこだけはもう喋りたがりなんですよ。えー、まあ自分の得意としているところなんでねそこのところは喋りたがりなんでいろんな質問に、まあ、あの1位質問すればもうそれこそね50というふうにね返してくれますのでまあそういうのをねあのいろんな自分で調べるよにもやはりねそういう喋、えー、りたがりの講師を使ってね質問していくのがやっぱり早いっていうところがありますのでねまあそういうまあもちろんメリットがあります。 それから、まあ、通信の携帯になりますと、えー、少し下の方に書いてあるんですよね教えてチューターということでこれはねメールなんかでこの質問事項を送ってそして、えーまあ、それに対する、ね、回答が得られるということで、まあ、こういうパターンでもねいろいろ今は通学だけじゃなくて、まあえー、今の通信教材ってちゃんとねウェブでもってその映像で聞けるんですが、ねまあ、そういうところでさ、ね、まざまな疑問点を、まあ、質問できると、まあ、こういったさまざまなメリットがありますというところですね。と えー、ちょっと付けさせしてほしいんですが、まあ、ここにはなかなか書けないところなんですがね5番目、えー、書いてないですよね、まあ、最後にこの5つ目の一、まあ、つとして、ね、やっぱりねモチベーションが保てるというのはですね、えーまあ、この試験はですねなんだかんだ言いつつ長丁場 ととということとなります、えーまあここから先考えても、まあ、1年とか半年だっていうんですけど結構長いですねでこの試験はですねその卓研士試験だけに集中してそれだけで半年とか1年過ごすっていうのは結構稀な方でなんだかんだ言いつつお仕事しながらだというのはこれは、まあ、職業資格でもありますからね、えー、というところですそれから、まあ、家庭の主婦さんなんかも多いんですけれども、えー、主婦の方って大変ですよね。 えー、しながらなんですよ。で、学生の方も、えー、自分の学業をしながら、えー、それから就職活動をしながらっていうところがありますので、なかなか、えー、この試験だけに集中できないっていうことは、いろんなトンダーがあるんですよ。えー、まあ、ちょっと勉強できない環境とかっていうのができ生まれてくることもあります。そういった時にですね、やっぱりですね、学校を使っていると。 もう1回再開でででききるんすすねここれ結構大きいところです、えー、なかなか人間って、えー、あるね、あのー、やっぱり事情が入り込んでくるとああこれでまあ今年ちょっとやめようかなっていう気持ちにやっぱり弱いからなりがちなんですがこれがやはりね、えー、まあレックを利用してくださってるとうんせっかく。 ちょっと、えーまあ、お金の話も、まあまあ、やっぱり皆さんから行くばっかりのね、えーまあ、お金をいただくこととなりますで。ということは皆さんからするとある程度の出演ねお金を出していることなので、まあ、もったいないっていうこともあるし、えー、それから、まあ、レックは比較的あの仲間内になるような学校じゃないんですけど結構みんなねあの自分を持って個々でやってるところは、まあ、それの中でもですね、えー、あ,あいつ頑張ってるからねこっち頑張らなきゃいけない、えー、というところがあったりまするので刺激があったりするとやっぱりね、えー これ、ねえー、継続していることっていうことが多いですね。 結構ですね、えー、通われる、うん、まあこれは通学っていう限定なんですが通われる、まあ、一つの理由として、えー、多いのがですねああのー、まあ、自分は非常に弱いので何の稼もなかったら勉強なんか続けれるわけがないだからこそまあいや嫌っていうわけじゃないんですけど続けるためにもねいやいやでも学校行くっていうこと、まあ、ここを、まあ、自分なりにねまあうまく利用して利用してっていうかそこをねまあ理由として学校を変えてるんだっていう人も結構います。やはりあの、まあのま 先ほどモチベーションが保っているということで言葉はかっこよく言うとそうなんですが結局、まあ、しんどい勉強です。えー、それがですね長く続けられる継続できるというところがねやはり、えー、僕はなんだかんだ言いつつここには書いてないんですけど一番大きいところ、まあ、これがね、えー、レック通っていただくレックを利用してくださるという要因の中でも結構強いものだと思いますね。はいえーまあ、あのもちろんですねあの 時間を割いていてくとかね、それからいくらかな、ねまあえー、お金をいただくというところ、ねえー、もありますが、まあ、いろいろ考えた中で結果的にですね、えーまあ、学校通うレッグ通うというところが大きな、ね、メリットとなることがやっぱり大きいのでね、まあ、その辺はね、えーまあ、もちろん いろんな先ほど言いましたように合格する人っていうことだけ考えてもねいろんな携帯でいろんな勉強時間でいろんな教材でいろんな方法で論はありますがまあよりえ短期間でそして確実に受かろうとするとやはりなんだかんだ言ったとここでスクールというのはレッ,クですねレック東京リーガルマインドを利用していただくのがやはり一番近道かなという気はしますのでえここねえぜひぜひえ利用してくださねばと思います。 そして、まあ、一度決めたらというか一度やはりねもうやろうと決めたらやっぱりね、えー、速攻スタートっていうのはやっぱり肝心ですので、まあえー、4ページ、えー、今回のレジュメの4ページですね、えー「決めたら速攻スタート」が鍵です。というのはですね「えー、学校通おうかなレックあなんか良さそうだから通おうかな」って思って。 でちょこっとうだうだするとやはり、えー、のばしの回しになりますので、ねまあ、決めたらやはりね早めというかもう速攻でもね、えー、聞いていただけるでもしもし、うんえー、これをね、えー、各学校で視聴されてる方はこの気持ちのままね、えー、やっぱりスタート、まあ、今日にでもあの学校を申し込むのというのは 即でなくてもいいんですけど即にでもね勉強は始めてくださいっていうところですね決めたら速攻スタートもここが鍵ですまあやはりここを一つ伸ばすとね結局2022でもいいか、えー、2021年度伸ばされたあのオリンピックもあるしねとかって考えてしまいますから、えー、そうするとまた一年長いですので決めたら速攻スタート、えー、それが鍵ということとなりますで そこの中で、えーまあ、もし申し込んでください。もしというのもね、えー、申し込んでほしいところなんですが、2021年度の試験突破に向けて、レックの講座、えー、これをね、えー、利用してくださいよというのであれば、様々な講座用意しております、えー。これはもしですね、 各校のね、えーまあ、で聞いてくださっている方があればねあのそこのスタッフそれからご自宅なんかで聞いてる方は、えー、レックのコールセンターありますのでね、えー、そこで詳しくは聞いていただければいいんですけれども、まあ、番号で、まあ、ここ一例ですがね一番最初のプレミアム合格フルコースここは初めて勉強される方それから、えー、法律のほの字も初めて見これから見るっていう方にも合わせてですねじっくり、えー、インプットを多くかけてそして 練習も踏まえてね、まあ、かなりカリキュラムとしてはボリューム多くありますがね、まあ、そういうフルフルのプレミアム合格フルコースから「すいませんちょっとですね、春先まではいろんなことと事情があってできないです」という3番目のね、春から、えー、しっかりやっていくコーダー。あるいは 1> 1週間結構忙しいんですよ。えー、その中でまあ週に1回だけはなんとかなるという方ねもう踏まえてさまざまなコーダーそれから、まあ、ここをね合わせるようなものもあったりしますのでね、まあ、そこをうまくう自分に合ったようなコーダーをね選んでいただければでここは、まあ、ちょっとレックの営業上からうんぬんかんぬんというのは問題点とはありますが私個人としてねやっぱり思うのはですねあの 先ほど、まあ、学校通うという一つのメリットで書いてなかった時に、えー、私が付け足した継続ってありましたね継続ね。であのやっぱり、えー、学校通うそれから、えーまあ、学校を利用するというのは継続するというところが、まあ、結構大きなところなんですがここをですね自分に合わない講座を選んでしまうとですね結果として僕が、えー、絶対これいいですよってこの。 継続するということがやっぱりね、えーまあえー、大きな、ねえー、メリットになると言ってるのにですね結果的に継続できないっていうことになりますので、ね、ここは、えー、しっかりね、えー、選んでいただいて、まあ、ここを選ぶ時には自分で可能な範囲か。 というところですね,、えーですねまあ、例えばほぼほぼですね、えー、毎日のように忙しい中でやる中でそれから通う時に結構遠方に通うということとかねそれからまあスケジュールもありますでこれは通う方とするとスケジュールも、ね、あってそれ無理な形でやろうとすると結局飛んだして継続ということが、ねまあ、目的としては消えてしまってしまいますので、まあ、その辺は先ほど言ったよ 各学校の、まあ、スタッフ、えー、しっかり皆さんに合わせた講座を、えー、きっと用意してくれます。それから、えー、皆さんね、学校じゃなくて、まあ、通信などを考えている方は、レックのコールセンター,あーなどでですね、まあ、皆さんに合った講座を、えー、きっとね、提供していただけますので、まあ、そこで選んでいただいて、えー、スクール、レックを選んでいただいて、今年のね、えー、失礼しました。 来年2021年度の合格これを確実につかみ取るようにえ頑張っていけたらなというふうには考えております、はい、ではえ今回ね2021年度の合格に目指したのねえガイダンスでしたがえ何かの縁かと思います。 ぜひぜひね2021年度の合格、まあ、一緒に、まあ、私たちと頑張っていただければということで、ね、今回締めさせてください。はい、では今回2021年の卓研士の合格を、ね、目指してのガイダンスでしした以上にて終了しますお疲れ様でした。